での調査はドキドキだった？私は君が迷子になってるんじゃないかって心配でハラハラドキドキしてたのよ。って案外平気そうな顔。さすがはレドの孫ね。立派なものだ。卵まで取ってくるとは。私の弟子ね。さすがさすがって孫か弟子かどっちのおかげなんだ？どっちでもいいじゃない。とにかく嬉しいの。ケイナ、次の調査に行かせたらどうだ？ええ、ですがガラ様、
この子一人では、うん、次はケイナにも同行してもらう。どうしたんだよ急に。何かまずいことでもあるのか。モナ草原でモンスターの縄張り争いが起きているそうだ。縄張り争い？何なんだそれ。モンスター同士が住む場所を取り合うことよ。草原に傷ついたモンスターたちを見つけてな。モンスターたちは村にとって大切な自然の恵み。早速見に行かないと。それじゃあ村を出たところで待っててね。さあ、縄張り争いがあったところまで調査しに行くよ。調査って言っても、何から始めたらいいんだ？何って、モンスターの痕跡を見つけるの。モンスターがいた場所には、何かしらの跡が残されてる。痕跡からモンスターの居場所を追うの。でもさあ、こんな広い草原で痕跡を見つけて、モンスターの居場所なんてわかるのか？そういう時に頼りになるものがあるの。じゃーん、シルベムシを使います。痕跡を見つけていくとシルベムシがモンスターの居場所を追ってくれるのよ。ふにゃ、シルベムシってライダーさんでも使うことができるのか。もちろん、まずは痕跡を見つけてからだけどね。さ、持ってみて。おお、はあ、早速痕跡を探してみましょう。おー。
が導く勝利だね。ワクワクね。草原を荒らしたモンスターというのは、痕跡を追った結果イアン・クックにたどり着きました。そうか、イアン・クックだったか。ライダーさんは追い払って卵まで取ってきたんだぜ。おお、追い払ったとはなかなかだな。まだ先の話と思っていたが、柵を解放するべき時が近いのかもしれんな。ガラ様、私は柵の解放準備に取り掛かる。それまでは引き続き島の調査を頼んだぞ。
ちょっと、わからないの？柵の開放準備に取り掛かるってことは、マモリレウスの調査に行けるってことよ。そうだぜ、ライダーさん。ガラ様はライダーさんの力を認めてくれたんだ。それじゃあ、私は次の調査の用意をしてくるから、準備ができたら村の広場に集合。なあなあライダーさん、さっき港の方で妙なメラルーを見たんだ。ケイナが準備してる間に見に行ってみようぜ。